面ください。びっくりした。誰？あ、アイワハウスキーパーセンターから来ました。秋山ゆりです。ハウスキーパー？すみませんね。この年になると耳は遠くなるし、うちのことも何にもできなくなっちゃって。いいんですよ。ゆっくりしていらしてください。お世辞でも嬉しいな。こんなのが毎日食べられたら幸せだな。ねえばや。ねえねえ、止まっていきない。あーごめん、さすがにそれは。帰っちゃうの？大丈夫、明日また来るから。和也くん、もういいの？うん。ねえねえ、翔太くんに泊まってけって言われちゃった。うん。焼かないの？別に。だって子供でしょ。和也くん、やめろって。ねえ。ああ、てか汗かいてんじゃん。俺嫌なんだよ。肌ペタってすんの。ごめん。翔太くん、こんにちは。お姉ちゃん汗かいてるよ。平気。まあまあ今日もよろしくお願いしますね。こちらこそよろしくお願いします。よし、じゃあ行こうか。うん。はい。ありがとう。うん。二人は動物たちのおかげで再び会うことができました。こうして王子様とお姫様は結婚し、永遠に幸せに暮らしました。めでたしめでたし。結婚したらずっと一緒にいられるの？そう、ずっと一緒だよ。嘘だ。どうして？みんな先に死んじゃうじゃん。ねえ翔太くん、翔太くんのパパって何のお仕事してるの？パパはいないよ。ずっと前に死んじゃった。ごめん。じゃあママは？いるよ。どこに？
え？ご苦労様。冷たい麦茶が入りましたよ。すいません。いただきます。倒れちゃってね、びっくりしたわよ。すいません、私の服を汚れたから今洗ってるの。これを着て待っててくれない？よく似合うわ。夫が一番好きな服なのよ。ご主人が。私、そろそろ帰らないと。持って行きね。でもこの時間だともう電車ありませんよ。泊まってっていいって言われてるんだけど。うん。和也くんが嫌なら私タクシー拾って帰ろうかなって。ん？なんで？いいじゃん、泊まってくれば。いいの？ご飯は？え？ああ、大丈夫大丈夫。なんか適当に食っとくからさ。あ、ちょっと切っていい？今いいとこなんだよね。わかった。ごめん、おやすみ。どうしたの？一緒にお風呂入ろう。お姉ちゃん。ねえお姉ちゃん。ん？僕と結婚してよ。え？結婚すればずっと一緒にいられるんでしょ？うん、そうだね。結婚しよっか。本当に？やったじゃあ、お風呂も毎日一緒に入れるね。うん、そうだね。あったかいね。うん、お風呂大好き。お姉ちゃんも大好き。おはようございます。
ねえ、ハツさんどこ行ったか知らない？帰ったよ。帰った？どこに？自分家。ここがお家でしょ？ええ、徘徊の恐れもありますので。はい。あ、いいえ、足腰はしっかりされてます。わかりました。警察に相談するのはもう少し様子を見てからにします。この写真っていつするの？え？いつするの？何を？結婚約束したよね。あれはちょ、翔太くんねえ、ちょっと離して。行かなくていい。でも誰から？センターから。遅くなっても連絡がないと確認の電話がかかってくるの。じゃあかけ直して、やめるって言えば。ここでかけない。もしもし、秋山です。あの、
申し訳ないんですけど、本日いっぱいで仕事を辞めさせていただいてもよろしいですか。例の家で働くことになりましたので。あ、お前何言ってんの。とにかく例の朝倉さんのお宅で住み込みで働くことにしましたので。住み込みって。とにかくそういうことなので。おい、ちょ何なんだよ。待ってって。おい、ゆり、ゆり、もういらないでしょ。よし、じゃあ始めるか。何よって、結婚したんだからやることは決まってるだろ。結婚したんだからそんな顔すんなよ。結婚したんだからそんな顔すんなよ。結婚したんだからそんな顔すんなよ。なあ、初、結婚したんだからそんな顔すんねん。ばあや、お腹空いちゃったよ。はい。たく、使えねえな、年寄りは。すみません。そろそろ若いのに変えないとダメだな。じゃあ私はもう。そうだ。お前年寄りなんだからさ、介護センターかなんか連絡して派遣してもらえよ。いるだろ若い女なんていくらでも。な？そうですね。早速やってみます。じゃあ、ハツさんが消えたのは。だから言ったじゃねえかよ、家に帰ったって。まあとにかくこれからは俺とお前の二人きりで暮らしていくわけだからよろしく頼むわな。いや、あ、絶対嫌。絶対嫌っつったってお前出られないぞこの家。和也くんが、和也くんが助けに来てくれるもん。和也くん、ああ彼しか来ねえや。来るもん、絶対来てくれるもん。和也くん、ゆり、ゆり、おい、ゆり、ゆり、ゆり、開けろって。おい、大丈夫か。おい、ゆり、ゆり、開けろって。おい、ゆり、ゆり。
いかがでしたか？永遠の愛、美しいですね。